じゃあ続いてご紹介する企業様なんですが、はい、ミシェルさんは特に現役時代世界基準でこの能力だったりレベル判断されること多かったと思うんですよね、はい、世界基準ってその後意識されることってありますか？いや我々の世界では本当にね、うん、何が世界基準かっていうのが大事で、やっぱり上には上があるわけで、そうですね、もう本当にパスする時のスピード一つ、これが世界基準じゃないぞっていうのはね、うん、ありましたよ、ね、そこまで持っていくのが大変です。置いてかれちゃ、かれちゃうね、無理なんですね、できなくなっちゃうんですね、はい、さあ次にご紹介しますのは世界共通の基準を適正に審査し人々に快適な生活を提供しているこちらの企業様です。 JAB、 この言葉を耳にしたことはあるだろうか。正式名称はジャパンアクレディテーションボード。その職務には企業や団体の生み出す製品やサービスに世界基準や規格が適正に使用されているか審査を通じて公正な評価を行うという重要な役割が求められている。そんな客観的な立場から生産者と消費者の架け橋となる男がここにいる。公益財団法人日本適合性認定協会専務理事藤巻慎二郎。中立的な立場で審査を行う日本適合性認定協会では、生産者にとってより広い市場への進出を可能にさせ、消費者にとっては安定した製品サービスを受けることができる円滑な社会実現を目指したビジネスを行っている。今回は藤巻慎二郎をスタジオに招き詳しく話を聞いた。私どもの協会の名前自体がですね、非常に難しい適合性認定という言葉でなかなか馴染みがないところだと。初めてでございます。よろしくお願いします。正直、はい、でも皆さんの身近に結構関わっているところがございましてですね、はい、宮沢さんこの前病気された時に、はい、血液検査なんかはされましたですか？はい、しました。で血液検査の結果ですね、はい、そのデータを見た時に、はい、このデータって本当に確かなんだろうかって思ったことはないですか？そういうふうに思いますね。でどこが基準かみたいなね。そうですね、全然わからない。その通りですね。どういったその機械とか人かあるいはやり方かという方法で分析のデータというのが変わってきます。で、私どもの認定協会はですね、世界標準というんですかね、その分析をするための世界共通の方法がございますけれども、それに基づいた検査をしていただいている、例えば臨床検査室というのは病院にございますけれども、そういったところで実際にその通りやられているかということを私どもは審査をしてですね、で確認をして認定を与えていると。これは一つの例でございますけれども、特に最近やはり食品ですとか、それから医療関係、特に私どもの重要な視点になってきてございますけれども、そのデータが正しいものであるかという精度があるかということを第三者の観点でですね見ていくというところが大きなポイントだと思ってございまして、でそこで得られたまたデータというのは世界で共通のデータを用いてございますので、世界どこに持って行っても使っていただけると、そういったところが私どもの その協会のメリットになります。でもそういうところがあってくれなかったらパラッパラになっていくわけだもんね。そうですね、何でもいいものだって、基準何もなく勝手に始まるってことだね、うん、そういった僕らそこに目を当てる意識ってあまりなかったね。そうですね、言われてみれば自然にもう動いちゃってるもんで、自然に見てるもんだから、うん、そうですね、そういったその第三者を活用した、うん、この社会のですね安全安心を確保していくという、うん、そういうその仕事の流れ運用というんですかね、それがこれからどん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 こう広まっていくんではないかということを、私どもとしてはですね、推し進めているところでございます。認証機関とそれから試験場というふうに書いてございますけども、はい、一番最初にお話したのが、この病院の試験場、はい、それから ISO の9001とか22000とかいった
たそのマネジメントシステム、会社の経営のツールとして使われるものについては、はい、この認証機関というところが第三者として、その企業を認証するという形になります。で、私たちの一般社会としてはそういった第三者が見ているところが、うん、まあ、安心をして選べるというところが、まあ、ポイントになってくると思ってございます。そうですよね。そうするとこういうその認証機関ですとか、それから病院の検査室ですとか、うん、まあ、こういったところは本当にちゃんとやってるかというところを、うん、しっかり見る、認定機関というのが必要になってきます。それが、まあ、私どもの仕事という形になります。会社としてはですね、いい製品、それからいいサービス、そういったものを、まあ、皆さんの一般社会に供給をしていくわけですけれども、まあ、そういうところをこの認証機関から見て、まあ、認証を受けるという形になります。まあ、私どもはその認証機関がしっかりそういった基準に基づいて企業様とかを確認をしていただけるというところがポイントだと思ってございます。確認をさらに確認するっていうところだよね。ISO の看板を掲げている工場なんかを見ると、あ、国際基準満たしてるんだなっていうふうな認識ができるということですね。はい、その国際基準、まあ、そういったものをですね、広めていきたいと私ども思ってましてですね、実は、例えば2020年の、まあ、国際大会オリンピックがございますけれども、まあ、多くのそのグローバルの形でですね、世界各国から人も来るでしょうし、そうですね、あるいは、はい、そこで使われる調達するもの、そういったものも実は世界標準に基づいたもので供給をするということがですね、オリンピックの組織委員会の調達する要件というんですか、その中にある程度その認証を活用したものを使ってくださいというような形で使われるようになってきてございます。企業としてもですね、この世界基準を用いることで企業あるいはこの産業界のですね、体力というんですかね、国際競争力というんですかね、そういうものがまあ、向上していくということで、どんどん引き上げていってことですね。はい、我が国は非常に技術力も高いですし、いいものを持ってます。それを自分たちの日本の中だけでなく世界にもどんどん売り込んでいくと、そういったところでもですね、こういった第三者での確認行為、そういったものをうまく活用してですね、外に出していくということが重要だと思ってます。まあ、2020年のオリンピックを、まあ、契機にですね、例えば農業製品ですとか、まあ、それからまあ木材ですとか、まあ、それから水産物ですとか、まあ、本当に体に、まあ、私の生活に密着した、そういったものの認証、第三者での確認をされたものを使っていくということが、まあ、重要になってきているということだと思います。もう一つはですね、実はまたある程度限られたまだそのエリアの、はい、まあ、この制度だと思ってますけれども、はい、これをどん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 例えば規制側で利用していただくとか、これは実は民間の制度なんですね。日本の場合はやはり規制が強いですから、はい、まあ、行政の規制を使うということが多いことですけれども、この世界標準というのを使うということは民間の運用になります。まあ、そういったものを、まあ、行政側がうまく使っていただく、それから産業界がうまく使っていただく、まあ、こういったことでですね、まあ、我が国のその産業の一層の活性化、それからグローバル化っていうのは進んでいくんではないかというふうに考えてございます。今その認定っていうのが世の中でどのくらい使われているのか、ちょっともう一つフリップでご説明していただけたらなと思うんですが、はい、私ども JB はですね、はい、今9つの分野の認定プログラムの認定をしています。先ほど少しお話もしました9001とか、まあ、22000というのはこういうマネジメントシステムのプログラムです。はい、それから2020年のオリンピックに向けての調達でどういうものを使ったらいいかということはこういう製品認証の部類になります。他にですね、臨床検査室というのが私どもの申し上げました病院関係のところ、それ以外にもですね、要因であるとか人の認定であるとか CO2 ですね、まあ、それの削減、そういったところを
実際にどのくらい本当に削減したのかどうかっていうところを検証するそういう機関、そういったところを認定をしているということで、本当にその医療食品、それからエネルギー、それから環境、それからまあ工業製品、こういったところまで全てカバーしているという形になります。基準ってでもそういうの変わったりするときってあるんですか？そうですね、世界共通の基準というのはですね、大体定期的に、例えば ISO というのが、大きな国際標準になってますけれども、定期的な見直しがかかって、どん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 良くなっていく、時代とともに良くなっていくという形になってございます。あとはもう一つは、そういうような流れに来ているというのをぜひその我が国の企業様、それから産業界の人にぜひ知っていただいてですね、活用できるところはこの第三者の認証制度みたいなところをですね、使っていただくというところに頑張っていきたいなというふうに考えております。世界基準の最先端として、新たな信頼と競争力を生み出す藤巻慎二郎、そんな男が見据える今後の展望とは。今回2020年という形で、3年後に向けて、国を挙げてですね、こういう認証制度というのを活用していくということでございますけれども、私ども、この第三者の確認という行為はいろんなところで使えると考えてございます。もっと行政もその楽になる、あるいは産業界も楽になる、それと企業も楽になるという形で、効率化とかですね、その効率化を含めて、製品の品質も上がっていく、我が国のやっぱり産業の発展、これをに寄与するというのが、公益財団法人の目的でございますので、それに向けて、もっと普及をしていきたいというふうに考えてございます。では最後になりますが、藤巻さんの格言を教えてください。公益性が高い職場でございますので、やはり私どものお客様が、その企業であり認証機関とか、あるいは試験場というのではなくて、それを使って安全安心、あるいは豊かな生活が送れるといったところが本当のお客さんであるということを考えながらですね、こういったその第三者の考え方を本当は厳しく、私どもとしては見て、信頼性を向上していくというところが、私どものモットーというふうに考えてございます。レベルが上がるぞ、ハードルが上がるっていうのかな。そうですね、でもそれは私たちが安心して生活できる基礎ですもんね。もっといっぱいこう、我々も初めてのお話を伺っているような感じがしてあれだけど、もっとこうなんていうのかな、表に我々が知っててもいいはずだね。本当にそうですよね。だからこれからはマークにも注目して生活したいと思います。そうですね、ぜひお願いをしたいと思います、本当にためになる話、これからに本当に期待しております。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。